これですか。これマンゴーパンナコッタがいい。たたジュースじゃないもんだってこれ。ジュースです。ジュースじゃない。クロッフルが、うん、終了。わあ、前来たもんね。じゃあ俺は、うん、俺前チョコイチゴ食ったんですよ。ここで。マンゴーパンナコッタ、はあ、俺もパンナコッタにしてみたいところだがピスタチオにしよう。ピスタチオうまそう。じゃあ俺は王道のイチゴ、これイチゴスフレが一応書いてるから、ね、まあそうだね、うん、ありがとうございます。じゃあ俺はこれにします。え、これ自分でていいの？え、そうです、マイチョイスの方は生地とフルーツとか。え、俺マイチョイスがいいですが、はい、パイ生地ってパイ生地はそこに載ってない。あ、じゃあパイ生地で、パイ生地で、はい、フルーツがバナナで、バナナで、クリームがピスタチオで、はい、お願いします。はい、大きさは250度。250度。250度。いくよ。マンゴーパンナコッタ、はい、と、あとイチゴスフレ感、はい、お願いします。どうですか。お姉さんが可愛かったね。はい、はい、入ってるよ。ここはあれですよね、以前クロッフルで来たお店なんですけど、うん、2月ぐらいにクロッフルは終了したらしいんですよ。なるほど。で、その缶のこれだスイーツ缶になったそうです。なったそうです。お前の眼鏡です。これなんていう単語なの？ウペオ？ウペオです。ウペオって何？ウペオです。さっきゼクスがいたずらしてました。ペノ。ペノ。ペノ。言うほど遠くはない。まあ30分ぐらい。うわぁ、ぐるぐるする。うわぁ、ぐるぐるするよ。うわぁ、できた。できました。ちょっとはみ出てます。ダメ、反射してる。開けてもらう、開けてもらう。ママ、うん、マイチョイス、生地がパイ生地、うん、クリームがピスタチオ、うん、フルーツがバナナです。はい、それはなんかもうできてたやつですかね。と、イチゴとスフレ。ちょっと食べていく。いただきます。スプーン、スプーンある。めっちゃ言うと上はもうほぼピスタチオクリームです。合いません。あの、なんだケーキ買ってさ、あんま車であんま食えない。これはすぐ。あ、まあまあ、それはそうかもしれない。じゃあ俺負けていく。パッカーン。ちょ待って、俺のやつやばい。もうこんなんや。エロ。エロいのこれ。私は本当に2種類だ。うまい。うまい。冷たい。うまい。え、こう気をつけて。まあ、ちょっとクリームの比率が、あれだね、高い。クリーム苦手な人はやばいかも。え、うん。で、これ250と 300cc があるんだけど、うん、これ250でマイチョイスは800円ですね。そうだね。これは750。うん、これは800円です。お値段はちょっと高めかな。うん、クラフトなんですか。早いな。うん、うん、クリーム、クリーム、うん、9割クリームです。クリームが予想以上に多い。あれやね、きっとモンスター女子とか
デートで来るんでしょうね。栃木でいうと宇山市に自販機があるらしい、これの。うわ、負けてんじゃん。また違う会社かもしれない。でさ、自販機を舐め焼けとかすんのじゃない、うん、さまでした。美味しかったね。いかがでしたか。普通普通美味しかった、美味しかった。うん、俺はけどちょっとやっぱクリーム多くてもたれするかもしれない。まあまあまあ、もたれするかな。まあ、あとはその、なんだっけ、あと何が、あ、そう、チョコ、生地がチョコのやつもあるんだよ。わかったね、スポンジが、うん、俺前それだったっけ、ハルとデートしに来てまあ、あとは食べ終わったこれをこう使う人もいるかもしれない。あ、なるほどね。使わんな、使わんな。まあ、そんな感じで、女性の方はお願い、ぜひ行ってみてください。はい、カメレオンさん、カメレオンの顔